はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画では POP リミテッドエディション船井社マルコを開封レビューしていきたいと思います。はい、ということで今回のマルコなんですけど、一応ねこれが最新の POP のマルコのフィギュアになります。まあ元にしてる登場場面的にもデラックスとかね MS とは違って、こちら白ひげの故郷のスフィンクスで出てきたマルコの立体化になります。なので現状これが一番新しいマルコなんですけど、まだ出るかな、ワノ国マルコとかどうなんですかね。衣装的にはデラックス MS とそんなに変わってないと思うので、メガネぐらいかな。なのでちょっと予想つかないんですけど、まあ、今後ねまた原作でマルコが活躍するとことかもあるかもしれないので、まあ、個人的にはねあと1体ぐらいマキシマムとかでも作ってくれるとすごく嬉しいかなと思います。はい、ということでマルコの商品概要を見ていきましょう。まずこちら発送が2020年の6月、当時の定価が12,100円、税込みになります。まあ、ボリューム的にはそんなに大きくないので、まあ、最近にしては比較的安めかなと思います。はい、でこちらねフリマサイトでの取引相場見てきたんですけど、まあ、未開封品だいたい3万円前後ですかね。これはね正直ね3倍近くなってるので、かなりのプレ値になっていると思います。まあ、やっぱりねこれ結構ねクオリティ高いんですよ。でそれに加えてマルコはねデラックスとか MAS を持ってるんで、まあ、この船井社はスルーしたって人が結構多いんじゃないかなって思ってます。はい、でこちらのフィギュア原型はロインさん、彩色は安藤健二さんが担当されております。それでは早速開封から見ていきましょう。はい、じゃあ開封やっていきたいと思います。はい、で箱も結構いい感じですよね。マルコの青とオレンジの色が入ってて、こっちはねめちゃめちゃスフィンクスっぽいね。はい、裏面いろんなポージングが書かれてます。はい、でここですね、原型ロインさん、彩色安藤健二さんになります。はい、で上がこんな感じ、マルコだね。ここはねマルコの胸のマーク風ですね。ここは白ひげ海賊団のちょっと省略した版のマークですね。はい、で裏面は注意書きのみですね。よし、じゃあ開封していきましょう。はい、ブリスターこんな感じです。だいぶシンプルですね。1枚のブリスターになっていて、内容物的には本体で、ここにちょっと見づらいかもしれないですけどメガネがあります。で、ここに、炎のエフェクトパーツ、台座になります。今回台座ちっちゃめだね。うわ、これなんかおしゃれだな。マルコおしゃれだな。ちょっと開けていきましょう、早速。おぉ、硬いな、最近の嬉しさは。いや、これいいな。一応造形的にはこれが最新のマルコだもんね。はい、で本体こんな感じです。いや、めっちゃいいんだけど。顔とかもねこんな感じです。表情がいいね。好きだわこのマルコ。なんか結構ねワンピフィギュアって戦慄してる顔が多いので、戦闘中とかが多いからさ、あとなんかドヤ顔みたいな、なんて言うんだろう、余裕のある感じの顔とかが多いからさ、ちょっと和やかな表情してるフィギュアもいいですよね。あのエースの笑顔のやつとかいいよね。筋肉もなんかちょっと他のキャラとも違う感じですね。バキバキって感じではないですね。すごいなんか造形もすごいんですけど、なんか陰影がリアル。こう見るとマルコスタイルいいな。で、このシャツの躍動感が、おぉ、いい感じ。風吹いてるよ、これ完全に。背中はこんな感じですね。がっつり一本筋が入ってますね。これの腰ら辺のなんか凹みとかも造形されてます。マルコね、髪型難しいと思うんですけど、結構違和感ないですね。はい、じゃあちょっと自立するか。自立する？こう、片方つま先立ちなんで、自立はしないかな。いや、俺は負けない。台座で飾ってください。はい、じゃあ続いてこちらエフェクトパーツになります。エフェクトパーツと思ったけど、完全に腕もついてます。お、え？
あ、これ腕もクリアパーツだ。この辺でわかるかな。ここら辺腕なんですよね。で、これシャツだし。一応ここら辺は多分中入ってる粘着紙がしっかり。腕ら辺はクリアパーツの上に塗装されてる感じですね。こんな感じで手のひら側は白く塗装されてます。手の甲側はそんなに塗装入ってないですね。で、エフェクトの方もちょっと影になるような部分に白く塗装が入ってます。この上から見た感じだとクリアに見える感じですね。もういいね。このエフェクトに関しては塗装の使い方が本当にメガファーストうまいですよね。つかこれ腕外れんのか。本体分割全然目立たなかったから外れると思わなかった。かって、あ、外れた。こんな感じですね。いつもなんか断面見せてるグロ画像みたいな感じだけど、ちょっと固めだけど、まあ、しっかり入るって感じですね。あんまり分割目立たないよね。すごいな。まあ、ちょっとこれは後ほど付け替えたいと思います。はい、続いてこちらメガネです。わかる？グラスがめっちゃ透明なんだけど。結構さ、プライズとかだとさ、サングラス透けてなかったりするじゃん。あれがね、ちょっと苦手なんですよね。透過率がね、すごい。ちょっと反射もするしね、かっこいい。すごいよくできてます。これはね、顔にそのまま、まあ普通のメガネと同じようにつける感じですかね。はい、じゃあ最後に台座。はい、台座こんな感じです。クリアですね。で、結構ちっちゃめです。これはね、すごく嬉しい。コンパクトですね。で、ダボが3つ。これは左足が多分2つで、1箇所右足のつま先をですね。リミテッドエディション、マルコ。で、ここに炎が入ってます。これかなりシンプルで、まあクリアなんですけど、ちっちゃめでいい感じだと思います。はい、じゃあまずパーツの交換からやっていきたいと思います。まずマルコ右腕だね、外れるの。ポンと外して、はい、でこちらの交換用のパーツつけていきます。そのまま刺すだけですね。ちょっと交換用パーツの方が分割が目立ちますね。ちょっと隙間が見えるイメージです。うん、若干やっぱり交換パーツの方がしっくりこないですね。まあ、そこまで気になる感じではないですね。この向きで見るとちょっとわかりやすいんですけど、まあ、基本的にこの向きなんで、マルコ見るのは。なんでね、全然気にならないかなと思います。はい、で次、メガネ。よっ、ちょっと取れない。メガネはね、そのままつけるだけだよね。はい、こんな感じですね。いや、いいね。いいっすよ。めちゃめちゃいいっすよ。このマルコのフィギュアはね、メガネがアイデンティティみたいなところあるんで、メガネ付きでやっていこうと思います。で、最後台座ですね。ダボ3つ、マルコの足の裏こんな感じの3つになってます。これ刺していきます。はい、こんな感じで付けれました。ほっ上からじゃ何もわからんね。はい、完成形こんな感じですね。よっ、これかっこよくね。よし、ちょっとサイズ測っていくか。じゃあまず高さから見ていこう。これね、パイナップルじゃない。パイナップル。頭の先端ですね。230mm です。230ビタビタなんで、240ぐらいは必要ですね、高さ。で、横幅が、台座よりシャツが出てるね。115mm ぐらいありますね。この台座の端から、服の、この先端まで。で、120mm ぐらいは必要になってきます。で、奥行きはね、前が台座先端で、後ろはエフェクトだね。このエフェクトですね。だいたい 130mm ぐらい。なんで 140mm ぐらい奥行き確保しておけば安全かなと思います。はい、それではレビューからやっていきましょう。はい、それでは全体のレビューからやっていきたいと思います。いや、このマルコね、めちゃめちゃ完成度高いなって思いました。まあ、服装とかポージングとか、かなりね、最近のフィギュアにしてはね、シンプルだと思うんですよ。なんですけど、一つ一つの造形がすごく細かくて、それに加えてね、彩色もすごく緻密なので、全然のっぺりしてないんですよ。で、陰影塗装もすごく綺麗なので、なんていうんですかね、リアルな存在感がありますね。まあ、このシンプルな感じが悪く言うとアニメのキャラっぽくはないんですけど、すごくね、シンプルで洗練されていておしゃれなイメージがありますね。それではもう少し細かいところをアップで見ていきましょう。はい、まず下半身ですね。膝下までのパンツとサンダルだけのシンプルな予想になってるんですけど、まずこのパンツですね。左手を入れているポケットの部分だったり、少し動きがある右膝の部分、ここら辺ね、リアルなシワが表現されていると思います。
で、彩色的にもこのシワの段差に合わせて塗装がされていて、シンプルながらも立体感が際立っていると思います。で、この足とかも陰影表現すごいですね。このズボンの裾の下のあたりですね、多分ね、ズボンの影で色が濃くなっているように塗装されていると思います。で、このサンダルなんですけど、紐の部分ですね、ちょっとね、傷っぽいですかね、ウェザリングが施されているように見えます。はい、で、上半身がこんな感じですね。なんかすごくシンプルながらも躍動感が出ててかっこいいですよね。あれ、まず正面からなんですけど、まあ、アニメだとね、確かね、シャツ開けてなかったと思うんで、まあ、ここはね、フィギュアならではだと思うんですけど、筋肉表現は他のマルコのフィギュアと比べるとかなり少なめかなと思います。ただしっかり陰影が効いていてとてもかっこいいと思います。はい、で、この右腕のエフェクトなんですけど、これね、シャツとかね、手までね、クリアパーツになっていて、まあ、その上に一部塗装が施してある状態になります。で、後ろ側のね、このシャツの部分とか特にね、塗られてるところからクリアになるのがすごく綺麗で、能力の感じがね、とても表現されていると思います。はい、で、シャツはね、腕のまくってるシワの感じだったり、風になびいてる感じですね、ここら辺すごくリアルに造形されていると思います。で、全体的にブルーでシャドウが塗装されています。はい、で、お顔がこんな感じですね。どうですかね、結構似てるかなと思います。まあ、若干ね、アニメより美化されてる感じもあると思うんですけど、まあ、かっこよくなる分にはね、全然いいですよね。で、一応髪とかもね、単色じゃなくてしっかりグラデーションで塗装されています。はい、で、お顔のアップがこんな感じになります。まあ、彫りだったりね、口元かなり細かく造形されていて、まあ、何よりね、メガネすごいですよね。グラスの部分しっかりクリアですし、ダボとかなしでね、そのまま装着できるのもすごくいいと思います。はい、で、今回もデトルフに飾ってみました。まあ、このマルコね、やっぱりスフィンクスの時のマルコなんで、まあ、ちゃんとしたね、場面で並べるとすると猫マムシとかになっちゃうんですけど、まあ、ホールケーキアイランド編とワノ国編の間なので、まあ、ワノ国のディスプレイとかにね、入れちゃってもいいと思いますし、まあ、白ひげとかと飾ってあげてもいいのかなと思います。はい、それではレビュー踏まえてポイントつけていきたいと思います。今回の評価はこちらになります。フェイスが4点、造形が4点、彩色が3点、ボリュームが3点、プライスが4点になります。なので今回合計点数72点になります。まあ、ちょっとね、このマルコ定番っていう感じではないんですけど、完成度はね、めちゃめちゃ高いと思うので、まあ、2万円とかで買えるのがあればね、すごくおすすめしたいなと思います。はい、ということで今回の船医者マルコいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、できればみんなの評価とかも聞いてみたいです。はい、ということで今後もワンピースをはじめジャンプ系フィギュアの新作情報だったり開封レビュー投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。